皆さんこんにちは、コーダです。ということでスーパーマリオサンシャイン続きやっていきましょう。ということで前回の続き、シレナビーチの続きですね。はい、よろしくお願いします。ということでストーリー5、カジノの地下のボステレサ。カジノの地下のボステレサってなんかいいリズムだね。五七五七みたいなね。うん、はい、ということでやっていきましょう。さあ、ということで今回もまずはホテルの中に入りまして、あ、マリオさん、マリオさん、ぜひともまたカジノへ。いや、その今日はカジノはお休みなんですが、実はカジノの地下から不気味な音が、どうか一つ騙されて、いや、騙されたと思ってよろしくお願いします。はい、前回言った、カジノのところにまた行くわけですね。こちらでございます。と、はい、あ、マリオさんですね、どうぞどうぞ。こんな声だっけ。で、今回はお休みなんだけれども、これ待って、お化けだよね、お化けだよね、そうだよね、痛い、分かってる、分かってるのに。ってことで今回はテレサ、キングテレサが出てくるのかな、どっかに。ちょっとこの人にも話聞いてみる。うん、はい。あれ、ルーレット、あそこの色だけちょっと変だな。ルーレット、あ、ほんとだ、紫だ。オッケー、これになんかヒップドロップするとか。おお、そういうことか。そんで、なんだなんだなんだ、ボス戦か。あ、こんな感じでしたっけ。ほう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 。さあ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 、なんかキラキラ笑われてますけど、そんな私のことで笑わないでください。何言ってんだ。うわー、舌が長いテレサや。待って、これどうすんの。あ、くるくる回った。さあ、出てくるのはパイナップル。やったー、やったぜ、揃った。なんかいっぱい出てきたよ、いっぱい出てきたよ。あ、これなんか唐辛子かなんか入れるとか。えい、あ、ダメです、笑っています。あ、てか唐辛子、唐辛子、これ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 だよ。あ、これをあげあれ、あ、チャンスチャンスチャンス、今チャンスチャンス。これで水かけてあげる、違うかな。んじゃあもう一回唐辛子、待って、唐辛子を、唐辛子を持ってこれをあげる。あれ待って、違うの。なんだ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 、うん、ペロペロ、美味しそう、美味しそうですね。ペロペロ美味しそうですね。もう一個なんか唐辛子どっかにある、違うのかな。じゃあもう一回スロット回してもらえませんか。どうやったらスロット回してもらえるんです。ちょっとこの紫のところにもう一回ヒップドロップしてみるとか。あ、止まった止まった。あ、そういうこと。待って、止まるんだ止まるんだ。ほうほうほう、あー、オッケー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 。はい、またスロット回していただいて、オッケー、トゥル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 回って、今度はなんだよ、ハテナ。さあ、ハテナはどうなの。うわー、いっぱい敵が出てきた。待って、このステージにゲストを全く似合わないんだけど。よし、オッケー、待って、これも止めとくか一応。えい、そしてこれも止めて、これで全部止まったぞ、うん、あ、なんか出てきた、なんか出てきた。えい、これで、おー、テレサがいっぱい。わー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 。あー、どうすんどうすんどうすん。いや、ちょっと待って、結構大量に来られると困るな。オッケーオッケー、またまた回していただいて。よしよし、水もゲット。はい、ルーレットスタート。さあ、ライフが残り5だけど大丈夫かな。うーん、これまた敵が出てくるんじゃないか。ほら、いっぱい出てきた、このクリボーみたいなやつ。この子たちの名前は何なんでしょう。はい、あー、やべやべやべ、あたあたって、よしよしよし、あと2匹。さあ、倒して倒して、待って、倒させて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 、よし、オッケー、よし、で倒したよ。よーし、これ結構長期戦っぽいな。オッケー、これで果物が出た。で、もう一回この唐辛子、唐辛子、唐辛子を、唐辛子をこれあげる、うん、そうしてる時にこれで水を当てる、そういうことじゃないの？それと水をあげちゃダメなのか。うん、そうなって、はい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 、舌が熱そうですねってなってる、この時にえい、ダメージ与える。あー、こういうことか、なるほどなるほど、ようやくようやく1ダメージ与えれた、なるほどね。じゃあ、もう一回ルーレット回していただいて、いや、攻撃方法が分かればもうこっちのもんですよ。うん、待って、あー、いっぱい出てきた、まずい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 、なんか嫌なやつがいっぱい出てきた。これどうやって倒すの、倒すの無理じゃない。ねえねえねえ、どうすん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 の、
いや待って、そうか、ひっくり返してひっ、あ、オッケーオッケー、今ヒップドップ、いや、ちょ、え、いや、待って飛ばさないで待って、どうぞ、あ、なんかいつまでか敵が消えてる、よし、敵が消えてるのはいいんだけど、で、ルーレット回す、さあ、次は、オッケー、コイン出てきてくれた、よかったコイン嬉しいぞ、やったー、いっぱいコイン、今のうち回復、ナイス回復、全然回復したい、よし、全回復、いいよ、さあ、今度は、ナイス、クラムができてくれた、さあ、じゃあもう一回、唐辛子を持って、えいっとやって、その間に当てる。ナイスえい。ナイス、よし、よいよいよ。もう回転がなんか速くなってない？待って、これ止めておこう。止めておいて、はい。ぐるっと。さあ、また敵が出てくる感じかな。ちょっと今のうちにこれも止めておこう。はい。熱いなんか熱いのができた。ちょ、そんなしな。やめて、まずは消火活動。まず消火活動。消火活動大事だと思います。これ逃げた方がいい気もする逃げようぐるっと逃げようよしこれでいいや消火活動もして消火活動してよし時間が経てばいいのねじゃあヒップロップはいさあはいルーレット回してさあこれ果物が出てくればいいけどお揃わないこともあるんだ揃わないだけどどうなのもう一回えなにこの水水攻撃はしゃん今まで出てきないよさあもう一回回してもらいますはいさあ今度何が出るオッケーフルーツ揃ったナイスさあフルーツ揃ったよあたはいまずはこれよしこいつを食べさせるあれ今食べなかった待ってえいよし今のうちに当てるん当たってないちえいよーよかった倒せたんじゃないですかなんか未だに泡が襲ってくるけどまあ、気にしないでおこうちょ大丈夫これダメージ食らうのかな大丈夫かなまあ、いいやよっしゃーこれで46個目の社員ゲットだぜよかったーチャンネル登録よろしくまさあ次行きましょうストーリー6シレナビーチで大掃除さあどこが汚れちゃってるんですかあらまた汚れちゃってますねだいぶ汚れちゃってますねあれこれどうすればいいんだっけ普通に汚れ落とすだけでいいのあ、なんか説明もらえそう大変なんですよマリオさんご覧の通りまたビリビリの落書きですということでよろしくお願いしますねマリオさんなぜってあなたしかポンプを持っていないじゃないありませんか時間は3分ですよよーい始めなんで3分待ってとりあえずじゃあオッケー3分以内に全て消せばいいって感じかなうん結構大変だぞ細かいところも消していかないといけないよね多分ね大まかでいいのかないやそんなことないはず待ってよしこれくる作戦でいこうこれくるくる作戦なかなか効くんだよねちょっと待ってくる作戦よしいいよくるくるあー当たんないところがあるなとりあえずこの下の段やっていこう下の段どうよよしいいよまだまだ30秒経ったばっかっすよ全然大丈夫落ち着いて消火活動くるマリオ目回しそう相当強いんだろうなさあなんかねえ今のところいいですよあーそんなちっちゃいところでさあ残り半分ぐらいもちろんかよしはいなんかあそこ残ってないあそこ残ってる気がするこれほらこれ危ないよしでああ待てなんか青く出てきましたやった取っとこうよしなんでまあいいやそれいいやはいやべ残り半分さあどうするしっかりくるれオッケーよその細かい汚れが気になるんですよしいいねでもあと1分切るさああとちょいやばい残り1分大丈夫かななんかスプラトゥーンの逆バージョンやってるみたいな気分ここまずいな時間大丈夫か耐えるかなさあちょっと避けてもらいますはい私が掃除するんでね、あとだいぶゆっくりやってますねこっちは3分間とか言われてるのによしオッケーあっちこれさ細かいのもダメなんだよね多分ね全部消さないといけないと思うんだけど判定は誰がするんですあとここだけじゃないはい待っていけたよしキラリン言うたナイスカウントダウン止まったってことはこれで OK ですかはあ結構ギリギリだったなはい OK いやはや素晴らしいよまさかこんなに簡単にできてしまうとはお見事ですマリオさんイエーイいやー掃除もなかなか楽じゃないのはい
ということで47個目の社員あげっとるぜ。はい、チャンネル登録よろしくま。さあどんどんやっていきましょう。ストーリー7、紛らわしいぞ偽マリオ。紛らわしいぞ偽マリオ。とりあえずまたホテルに入っていけばいいんですかね。じゃあそこまで行きましょう。いや今回なんかなかなか順調じゃない。うん、どんどん社員集めれてるよ。あ、マリオさん、実はあなたとそっくりな男がとにかく中へ。そんな人をなぜ中へ入れた。あー、はい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 、もう早速いましたね。はい、ということでクッパジュニアさん逃げないで、よいしょよいしょよいしょ。さあどこに行くんだいどこに行くんだい。さあ上登って、多分あれあれなんかテレさんやってる。あ、違うこっちじゃない、あっちだ、向こうだ。え、ちょっと待って、違うな、偽物が多いぞ。待って、色がちょっと違うのか。あー、いた、こっちじゃない、あれこれも違う。おお、こっち襲ってきた。やめてよやめてよ、急に襲わないでよ。どこ行くのどこ行くの、下。あー、はいはいはい、さあ逃げちゃやだよ逃げちゃやよ逃げちゃやよ。はいはいはい、水当てさせて水当てさせて水当てさせて。おお、早い、倒れんの。ジクちゃん甘えたな。オッケー、え、めっちゃ順調。なんか順調すぎていいのかなっていうぐらい順調。よーし、48個目の社員ゲットだぜ。よっしゃー。さあ次がストーリー8、最後ですね。さあストーリー8、ホテルの中の赤コイン。そうか、まだ赤コイン系この場所でやってなかったか。はい、ということでホテルの中に赤コインがあるんですね。とさあ今回は一体どこにあるのかな。いやーマリオさん、どうぞお入りください。ついにそれしか言わなくなった。あ、時間制限ある系か、なるほど。えい、あ、待てしっかり踏んで、いや、しっかり踏んで踏んで、オッケー、赤いコインを8枚タイマーが終わるまでに全て集めろ。グッドラック、いきましょう。はい、1枚目どこにある？上とかにあるのかな？あ、5分もある。めっちゃ時間あるじゃん。あと2枚。そしてここまた登って、あ、違う。なんかスタンプラリーみたいな感じだね。3枚。あ、中にもあるんだね。じゃあここ入りまして、ん？もしかしてここ通れない？あ、通れるなってる。はい、ここ4枚。さあ、あと半分。ってことは、多分上にもあるのかな？もしかして。部屋とかの中にもあったのかもしれない。まあいいや、ひとまず、ちょっと、このまた、はい、排水溝みたいなところ入っていこう。えい！さあ、ここにあるんじゃないの？どうなんだい？どうなんだ？あれ？もしかして全然ない？あ、全然ないかも。あ、ないかも。ってことは、部屋にあるのか？あとどこにあるんだろうな。よいしょ。えい、ドン。んで、ちょっと部屋の中、あ、こうやって覗けない？あ、待って、見づらいな。あ、入れないんだ。ってことはだよ。ちょっと一旦降りて、がっつり降りちゃって、んで、また、このトイレの中から行く感じ。あ、待って、女子トイレにあるんじゃない？そんなことない？女子トイレ。ちょっと。失礼します、トントン失礼します、お掃除入ります。嘘でーす、赤コイン回収するだけでした。んーで、あったねあったね、この中からもう一回入ってみるか。はい、部屋の中お邪魔、部屋の中お邪魔パターン。さあここら辺にはいない。ここ、あ、待ってここ水当てないとダメなのか。ここ水当てて、よし。さあこっち側にあったこういう部屋にあったりするのか。ロック、オッケー、ここ、待って、くるくる回転させて、えい、よし、これ先行けるかな。はいはいはい、さあ中入った。さあこっちは、あ、今度上に行けないんだねこれね。んー、じゃあこっから出ないといけない。ん、こっから出ないといけないか。あれ、この上どうやって行くんだろう。そしたら、待ってやばいよ、時間がないよ。残り2枚どこだ。この辺入れたりしない、入れないんだよな、多分オートロックなんだよな。焦るな。いやでも焦っちゃうよな。ってことはやっぱりこっから入って、で違うとこから出ればいいんじゃない。うん、ほら、こういうとこから、はい、あ、待て、えい、入りまーす、お邪魔しまーす。ないっすか、ここら辺ないっすか。
ちょっとここら辺もちょっと見させていただいて、あったあった、7枚あと1個、あと1個。こっちは？こっちの部屋は？こっちの部屋にはなさそうだね、なさそうだね。オッケー。んー、じゃあこの下行ってみっか。えい、この下、あったー、やったぜー、よっしゃー。いいね、この時間がないってね、迫ってる中でこういろんな部屋に行くのは楽しかったわ。うん、はい、ということで、オッケー、49個目の社員ゲットだぜ、お疲れちゃん。はい、ということで、これで、シレナビーチのストーリーの、通常のは終わったんですけれども、こっからは隠れ社員っていうのかな、うん、探しに行きましょうか、取りに行きましょうかってことで入っていきます。ピヨンピヨンピヨン、さまず行くのが、どこだっけ、秘密、はい、ホテルのロビーの秘密、この秘密の社員、赤コイン社員かな、取りに行きましょう。よいしょ、登って OK で、こん中に入ります。入れた。さあ今度は、ポンプ奪われずに済みましての、んで、赤コインのスイッチはどこにあるんだ。とっ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 と、え、痛い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 待って、登らせて、あれ、待って、登れない、ほっ、よし、登った。んで、この先か、はいはいはい、どんどん行っちゃいましょう、どんどん行って、どんどん行って、はい、よっと、はい、よっと、オッケー。で、ここも登っていく。よいしょ。ほっ。よいしょ。ほっ。ほっ。よし。ほっ。ほっ。ほっ。オッケー。オッケー。あった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 。あっ、かっこいいのスイッチあったよ。さあ、こっからどこに出るか。刮目せよ。ドン。8枚。オッケー。まずそこね。はい。1枚目。で、ここに。はい。2枚。あ、待って、あった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 。危ない危ない、落ちないで落ちないで。で、その上、待って待って待って、一旦落ち着いて、ここ、よし、3枚目ナイス、はい。んで、よしよしよし、いいよ。んで、ここに4枚目、で、この下にもあったんだよな、この下、どうやっていくんだ。あ、待って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 、あれ、気のせいかな、あったより見えたんだけどな。あるよねあるよね。そして1チャップもある、1チャップもある、1チャップゲットしておきたい。よし、んで、はい、あ、違う違う、その下、その下なんです、その下なんです、ほっ、違う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 、その下なんです、えい、オッケー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 、いけた。よし、5枚目ゲットで、ここ壊して、よし、落ち着いて落ち着いて、一旦落ち着いて、えい、あー違う、またまた、こんな、こんなが入っちゃった、またこんなが入っちゃった、ちょっともう、そこ入りやすいんだよ何回同じとこ入ってんの。よーし、5枚目取った。さあ、ここ慌てんなよ、マジで慌てなければいいだけ。よし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 、で、ここも滑んないように、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 もう行っちゃえ、ゴー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 、よし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 、そんで、ここに乗って6枚目、あと2枚、あと2枚、左右だね、左右だね。まず、ここ、はい、取ります。7、登って、登って、あー、怖い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 、落ちないで、落ちないで。よーし、8枚は取れた。さあ、でも、まだ慌てない、まだ慌てない。こっから取りに行くまでが遠足ですよ。よーし、オッケー。50個目、ゲットだぜー。はあ、よかったチャンネル登録よろしくま。さあ、もう一個の隠れ社員も行っちゃいましょう。これですね、カジノデルフィーノの秘密。さあ、これもまずはカジノのところまで行きましょう。さあ、来た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 、トリプルセブン。あ、そうだ、まだこれがあるんだこれがなかなか大変なんだよな。気持ちいい。さ、もうちょい、よーし、オッケー、いけたいけた。さあ、土管中入っていきましょう。えい、ってことで、ここも赤コインがあるはず。よーし、スイッチ押していきます。オッケー、レッツゴー。
さあどこに出る、まずそこ、まず1枚目、あぶら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 、ここは1枚だけかってことで、ああちょっと待って、ダン、いやこの微妙な高さにあるのマジでむずいよな。んーで、はい、ここ、おっとっと、3枚目取れた。で、4枚目はまたこの奥か。 OK、そこにあるね。いや、ここは落ち着いて、落ち着いて、よし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 、危ない、ナイス、ここ着地、ナイス。で、この上にあるからしっかりこうやって、あ、まずい、ちょっと待って待って待って、えい、取れない、いやこの高さが微妙すぎる、微妙に高い。えい、よし取れた、よし取れ、取れてはいるんだけれども、待って、時間なくない、時間ない、時間ない、え、こんなに時間ないの、こんなに時間ないの、待って、時間見てなかった、見てなかった、時間見てなかったわ。あー、うっそー、やば、よし再挑戦いきます。 OK、 さあ1分なのね、ちょっと1分、しっかり1分っていうのを確認してなかったわ。いや1分は確かに短いわ。あーもうやっちまった。ちょっと待って、マリオのキス大丈夫、残り何機、あ、やばい、ラストやん。ってことはこれ1アップ取った方がいいな、1アップ取ろう、待って、そして一旦こっち回って、えい、2枚目、よしよしよし、あ、届く届く届く、まずいまずいまずい、あぶれ、よし、この上登ってここ取っちゃって、1アップ1アップ、まずい、あぶれあぶれ、ちょっと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 、いや、一旦1アップ取ろう、うん、今回ダメでも一旦1アップは取ろう、絶対に絶対に1アップは取るぞ、ほい、え、取れてないの、これ取れてないの、取れた取れた取れたけど取れたけど、いやー赤コインはさすがに無理か、うわー、いや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 、次の挑戦をお待ちしております。いきます、えい、さあでここ2枚目取る、はい、で次ここ、こっち回って1アップ取る、で、あー、そんな動きしちゃう、そんな動きしちゃう、そんな動きしちゃうのね、あ、まずい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 、よいしょ、あー、マジか、取れないか、うん、いや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 、ややこしい動きするな、はい、3枚目、 OK、 で、ここ4枚目、ここ5枚目、ほっほっ、よし、6枚目、ナイス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 、7枚目、意外と間に合うんじゃないか、意外と間に合うんじゃないか、ちょっと待って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 、頑張れ頑張れ、ほっほっ、ちょっと待って待って、うわー惜しいじゃん、惜しかったじゃん、よし、もういける、もういける、はい、まずはここ、はい、1枚目取る、でここ2枚目取って着地すぐ行く、でこっから、よいしょ、3枚目を取れない、3枚目取れない、1アップ取ってからこっち行きましょう、はい、3枚目取った、ナイス、でよし、ここよし、ジャンプして、4枚目取って着地からのジャンプ、危ない危ない危ない、これ1回、これでいい、これでいい、ほっ、よし、5枚目取った、このまま、よいしょ、6枚目。危ない。よし。はい。7枚目。7枚取れた。よしよしよし。いよいよいよ、今度は時間ある。だいぶ時間ある。だいぶ時間ある。さあ、このまま8枚目。8枚目のところまで行って。ほっ。取れ、届け。届け。届け。よーし、届いた。さあ、着地しっかりね。着地しっかり。まあ、着地しっかりする。よーし、オッケー。あー、危ない危ない。まだ油断しちゃダメ。まだ油断しちゃダメ。まだ油断しちゃダメ。ほんとに。よし、かか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 よし、いっちゃえ、ゴー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 、よーし、オッケー、51個目の社員ゲットだぜ、お疲れ様でした、よかった、はい、ということでこれにてシレナビーチのストーリーの社員はすべてゲットしました。あと100枚コインの社員と青コインが残ってはいるんですけれども、まあ一旦シエナビーチはここまでにしたいと思います。ということで次回はどこだ、次回はマーレの入り江か、マーレの入り江ってことはここだ、
はい、ここをここですねここをつって、まあここをどうするかまた次回やっていきましょうということで、少しも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタン、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。コーナーでした。また次回動画でお会いしましょう。またね。グッバイちゃん。